さあ始まりました月曜オリジンアワーおいで鈴川さきとさきと鈴と平井美子ですよろしくお願いします 2>, <laughs> 2月12日ですか今日ははい、はい、月曜日夕方、はい、6時を回りましたなんか雨が降ったり止んだりしておりますが皆さん傘とかさしてますかね,ね<ー>我々さんにはもちろんささずに来ましたしい、ね、はい <laughs> もちろんでございます2月13です今日13ですかはい13です失礼しましたいろいろですねバレンタイン前日っていうこともそうですねありましてなんか差し入れいっぱいいただいてますねありがとうございますアニゾーさんもありがとうございますあとマンデーさんからなんかね はい、もうお菓子パーティーですよ、今日のラジオ。早速いただきましょうか、せっかくなんで、えっと、コーヒーのお饅頭とマンゴーのお饅頭から。さっきもね、オリジンチャンプルーから、はい、はい食べてましたが。え、これ前もいただいて。あ、そうですよね、あの、で、みかん、みかんが丸ごと入ってます。コーヒーまた違うやつじゃないかな。 コーヒーのやつももらったよこれ。あ、違うしゅ、あの、万代さん万重ジョグだから。そうそう。万重ジョグだからね。ありがとうございます。え、自分はマンゴーがいいです。マンゴーはい。マンゴーを包むって面白いな。じゃ、Y はコーヒー。あ、コーヒー。失礼しました。その前にスズさんがはい、もう食レポをしないといけないんで。 そうですね。なんかスズさん誕生日かなと思うじゃないですじゃんかスズさんが出勤するのでお願いします。求めるもんでしはいラジオ聞いてる人にねちゃんとね想像できやすいように一応ねあのツイキャスもやってるんですけどツイキャス見てない人のためにねちゃんと見た目とか伝えてあげてください。はいじゃあ早速見た目なんですけど見た目あのなんかあの。 横断歩道とかのなんか石あるじゃないですか。ちっちゃい石みたいな座れるやつみたいな感じの見た目。あの待ち時間に腰掛けるみたいなあのあの立ってるやつなって筒状のやつね。のちっちゃいバージョンみたいなみたいしてますね。あまりおいしくなさそうな表現ですけども。やっぱでも天才ですね。うん表現がね。ねなんか色はそんな感じですね。なんかす砂感というかね。そうそうそう。そうそうそうじゃねえんだよバーガー。そうそうそみんなもじゃイメージで。き てるという。じゃ、イメージはできました。よかったよじゃ、早速味なんですけど、ちょっといただきます。あ、どうぞ、どうぞ。そいつが食べたるの、コーヒー大福かな。あ、うん、パクリと一口。うん、ちょっと添えてよ。うん、添えてよ。食感、味、匂い。あの、まず、しゃべれるぐらいの量、入れよね。それ毎回言ってるけどね。 毎回言ってますがごいなんかちゃんと持ち感もあり <laughs>、はい、コーヒー感もありなん,かあとなんか白いの入ってます <laughs> だからその白いのは<ー>なんだろうクリームなのかのの、はい、スポンジなのかあ,ったあんまりね食リポで二口メイクの見たことないんだけどうん 伸ばしてるね。チーズみたいなピザの食べ方だよな。確かに。おん？あん？白いの何だったんだ。でもこんな二口食べてわからんことあるかね。でも逆に食べたくなるかもしれない。ああみすぎてあすぎて自分が知らないもの食べてるんだ。何食べてるのかなっていう美味しいあなんかコーヒーのあんこと。 あんこがちょっとコーヒーのクリームコーヒーのあんこじゃないコーヒーのあんこえっとねコーヒーをペースト状にしたものですかねあーそう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 うサンルームカフェらしいですねサンルームカフェえちなみにうまっすが食べたのはコーヒー大福なんですけども舞子が取ったのがマンゴークリーム大福マンゴークリーム大福あせっかくなんで舞子ちゃんのじゃあしょっくりじゃ

刺激物ではないと思うんだけど、びっくりするぐらい。もうどうでかいのができてて。あ、なるほどね。喉の近くの。日頃の、日頃の行いというか、生活のおかげというかね。あんたが悪いな。マンゴーじゃなくて、よかったかも、染みてたかも。マンゴー果実だからね、言うてね。じゃ、あマイコマンゴーの方か。えっと、マンゴーはですね、見た目は。雪見大福を。二倍ぐらい。

クッションじゃなくて <laughs> <laughs>、ね、もうみんなボケホラリーがどこに置いてきたの <laughs> クッションじゃなくてクッション入ってるわけないじゃんなんていう,うんでしたっけ <laughs> は？メレンゲ違いますスポンジスポンジです <laughs> あ <laughs> スポンジがてて <laughs> <laughs> スポンジに入ってて <laughs> あでマンゴーが入って わけでは待ってくれてね。ちょっともうちょっと。保持て止。保持停止。大こんなにさ三分の二こんな言葉出てこないの。だサーキがいない時のラジオ恐ろしいです。いや怖い怖い想像しただけで爆発しそう頭の中。二人で成り立ってるね。やばいな。多分マンゴーが入ってるわけじゃなくて。 マンゴークリームですああ、マンゴーのエキスなのかなじゃあ果実が入ってるとかじゃなくてでもケーキみたいですスポンジが入ってるでも美味しいなんか新しいなんか話聞く感じであれなのかなと思ってこのもちもちの皮の中にスポンジが入っててマンゴーフレーバーのクリームが入ってるみたいな感じ素晴らしい待ってこれ推理 よく試すゲーム。違うよね。食レポだよね。ただのね。これから食レポするときはサーキーさん電話でってしてもらいます。エしてもらいます。あでもそうだね。あんたなんか二人が言ったようにもっちもちだね。そうモチモチ。普通に食べよ。うしかもボリューミーで美味しい。うんめっちゃ美味しい。やばっ。ね。そうなんですよ。うん。全然いけるんですけど。でもあれだね。 ちゃんとなんだろうコーヒー今コーヒーのやつ食べたんだけどちゃんと苦いんだよねあね苦味は大人な味なんかこういうさお菓子のケーキとかのさコーヒーフレーバーのやつって結構抑えめにされてるというか苦味とか取ってあげてるイメージだけどこれはちゃんとへー味もしっかりしてうまいうまいねあえてコーヒー飲みたくなるねあかるコーヒー味の食べ物食べてるうん。 釜、えー、さん小石みたいなやつの中にクッションが入ってるスイーツ <laughs> めちゃくちゃまずそうだね <laughs> マジででもなんかすごいですすごいですスーズさんはすごいと思いますねでもなん、はい、だろうな死んだ後に評価されるタイプ <laughs>

いやうまいありがとうございますこれもせっかくなんで開けましょうかこれもそれぞれいただいていいんですかこれアニゾさん目の目でいらっしゃいますから。じゃあスーズ開けて早速久しぶりだから毎回いただくんですけどねラジオでなかなか食リポするのはないのでまずスーズこのパッケージからね 取れる情報を読んであげたらなんて書いてるえっとねなんか通販販売もやってるらしくておーはいはいはい書いてますね書いてますよ通販販売やってる電話番号も載ってますねおせんべいまずこれは何なのか伝えてくださいこれまずせんべいなんですけれどもはいはいはいちょアニゾーさんからいただいたせんべいねせんべいでこの通話も無料でできるのでずっと通販の話通販で。すごい。そうということはあの あの群馬県以外でも結構いっぱい帰る場所あるらしいのでういう皆さんも手に入りやすいう、ねうん。埼玉、東京、群馬って書いてるね。<laughs> ねあと千葉もか神奈川もそうだね。いろんなところでね。はい、まず名前読んであげたらこっち黒子小泉ですね。あお前右のやつお前飛ばすなよ。お前の右のやつ <laughs> 飛ばすなよ。ちょっと怖いですよ。ね、これ初お初ひ初うんと初ひどころ。<laughs> 初日どころ初ひどこ商店。おせんべい屋さん本舗ですね。おせんべい屋さん本舗本舗でございます。どこに本舗って書いてるんですか。左側にありますね。おせんべいの絵があって。本当だ。左側におせんべいおせんべい屋さん本舗前ゆうかせんゆかなせんべいのせに遊戯のゆって書いてますけどなんだろうね。そうだと思いますよ。はいで毎度 毎度ご利用いただき、誠にありがとうございます。当社では。おお、これなんだろう。おお、これなんだろう。お菓子に使用するすべての。素材にこだわり、作りたての本物の美味しさをお届けするために、通販と。 直営店のみの販売とさせていただいておりますな作りにこだわっておりますスズがお菓子と呼んだところおせんべいあ、おせんべいはいはいはいそりゃそうですよねおせんべいですねそりゃそうだそりゃそうですよねはいはい開けてください開けちゃいますね開けてね開けやすい袋でお袋もちゃんと評価してくれたんすごい匂い匂がどう伝えて伝えて匂いすごいなんか 匂いだけ嗅いだらなんか。 粗挽き胡椒の瓶嗅いでるみたいなあのホールのねホールからこうやるタイプのな胡椒聞いてますねせんべいの匂いはしないですねそれってせんべいに対して正しい感想かないや多分胡椒にこだわっているんだと思いますよスパイシーな匂いがするってことねちゃんとポジティブなこと言ってよはいでやっぱり見てみたらすごいあの胡椒たっぷりついてますああ黒胡椒が見えるもんねそう見えますねじゃいただきたいと思いますはい お、お、理由をです。お、第一感想大事よ、うん。あの、ちゃんとせんべいの味します。<laughs> だから、大前提なのよ。<laughs> のじゃ、じゃせんべいの匂いはしないけど、やっぱり食べたらせんべいでしたっていう味です。<laughs> すごい。<laughs> 買いたくなります。<laughs> いやいや、買いたくならんだろう。自分で確かめたくなるってことは。うん、どういうことなのか。<laughs> どういうことなのか。あ、古風の。 こっちの、は、かかり具合がいいですね。<laughs> いいかかり具合です。うん。あ、これは何、今、職人さんに対して褒めたの。あ、そうそうそう,そう。いい、いいかけ具合だね。<も>いい塩梅でした。あ、覚えてる。<ー>いい塩梅でしたって、いつの間に覚えたの、い, <laughs> いい塩梅でしたって、いつ、いつの間に覚えたの、もう30、三重になりますから。ちなみに、塩梅って、何かわかる。塩梅って、だから、塩加減がいいみたいな。ああ<ー>。<ー>そうでしょ。すずさんの成長物語です。 ちなみに安売ってどんなって書くかわかる？え？安売？多分安建の安に売安売う販売の売かあ〜そうなん安売？え漢字があるんですか？あるよね。安売ってあるよね。安売ある。あるよ。梅って入るはずよ多分。へえ。塩梅の塩加減じゃなかったっけ？ねえ。え？安売？安 だったと思うよほんとだ,お本当だ塩に梅で塩梅らしい、ねうん。だから梅の塩加減がいいことからいい塩梅ですねっていう<へ>っていうことだと思うんですけどもいかがですか、はい、あもうそうそこで梅限定にするのがいけないんで <laughs> そうやって,待て,待てどういうことですか塩梅は塩加減のことを言ってるんですか塩加減っていうかじゃあだからもう <laughs> <laughs> 初めて知ったと思って、まあ、まあまあまあ <laughs> <laughs> サッキーさん飛んでいきそうですいいっすかいいっすかじゃあもういい塩梅いい塩梅ですねってどういう時に使うかって言ったらもういいぐらいの加減ですねとかいい塩梅ですいいぐらいですっていう時にいい塩梅って使うけどいい塩梅の塩梅って塩梅って書いて多分塩梅っていうと思うわけさこれの元って梅の塩加減がちょうど良い っていう意味なわけこれが今だん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 ちょうどいいねって言う時にいい塩梅ですねもともとは食べ物で言ってたけどにあーすごい全般的にも言えるってことでしょそうそうそうでしょそうそうそういい塩梅ですねいい塩梅ですねってでも。 日本人っぽい考え方というかねあんまりこの海外の人とかそういう方々には伝わらない表現かもねそもそも「梅」っていうあれがないからね梅っていいうのがなからねねあやっぱ日本語ってすごいすごいよ日本語すごいと思うよ。漢字の成り立ちですね 何かな <laughs> 多分なんかあったんだはずよだから、はい、その当時の人々の流行り言葉みたいな感じだったと思うよ<ー>こういう感じ言ったら伝わるんじゃねみたいなははいいこれ「塩加減いいあんばい,い」って言ったらなんか伝わるんじゃねみたいな感じから来てるとは思うよすごいい面白いよねでもスずズさん新しい言葉なんか作りそうじゃないですかあ確かにがな はいなんかいい加減だね、いいぐらいだねみたいな鈴子で言ったら伝わりそうな気するもんねあー、確かにいいぐらいだねうん、そう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 い、えどういうこといや、塩梅に変わるような言葉塩梅に変わるようなあ、鈴がそうそう、言うとしたらいいぐらいだねってそうそうそう、例えるとしたら例えるとしたら何でもいいよ何でもいいじゃちょこっととかうはは ちょこっととか、スイートだねとか、そうそう、そういうこと、そういうこと。スイートだね。なおパパさん。はい。あ、そう、言うの忘れてた、ツイキャスでコメントもできます。はい、よろしくお願いします。なおパパさん。はい。これ、なんていうの、食す、食べるにす、お酢の酢ね。がない時代に、料理に、梅酢を。 使用していた当時塩と梅酢の味加減がちょうどいいことをいい塩梅だと表現していたことが語源とされるんだってさへー面白いですねわあ、お勉強になりますね昔を辿ってったらね面白い言葉なんてたくさんあるよねこの孤事生語で有名なのが打足とかね打足蛇の足って書くんですけどああ、なんどういう時に使うとまず打足は ヘビの足ですもんね。やっぱりすり抜けるときですか。違う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 。こいう違うよ。細い道とか。お前あっち脱足しよた。あの道脱足した方が早く行くみたいなこと。違うかな。えかります？脱速？うん。あでもなんかレベルアップしたときとか。えあ違ういますね。違うんです。ポイントポイントってあんも思います。私は思えてに足がないから。お。 その足が耐えてきてめっちゃ生活しやすいなっていういやうんとね着眼点とってもいいえとってもうお前やっぱ発想力低いのかもおマジですごい,いだから蛇にあ足ないじゃないですか蛇、はい、に足つけるのって余計なことじゃないですかだから打足って余計なことっていう意味だけああえーあえー そう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 だから昔「孤児生後」っていうやつに書かれてた出来事なんだけど物語なのかな分からんけどまあ蛇描く絵の対決しようぜみたいなどっちが蛇うまく描けるかみたいな「OK」っつってもう綺麗な A が A 君が綺麗な絵にょろにょろにょろって描いて俺の方がうまい俺の方がうまいっつって蛇に足描いてから「俺俺の方が足もあるしうまく描けただろ」って。 なんだけどヘビにそもそも足ないからこいつ余計なことしてるよねっていうことからえーっていう成り立ちがありますね超勉強になりますスーズすごかった今すごいですねめっちゃ近かったねめっちゃ近かったヘビに足がないからっていうのは正解よもうすごい言うなればなすごいいやすごいすごいそういうねなんか面白い覚え方というか 使える日本語あるよねいい塩梅もそうだし脱足もそうだしすごい塩梅からこんなに広がるんですかの食レポからそうだねもともとは食レポだからねいやでもこういうのはね面白いし知ってて損はないからね本当だね日本一ですからねそう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 だって日本語なんてね一番難しいって言われてるみたいですよ世界の中でなんかちょっととか 本当に少し言葉がないらしいですね。だからうちら日本語セカソー喋れるんだからね大事にしてきたよね。そうですね。本当にね。はい日本語勉強コーナー作りたいですね。ね。これでもめっちゃ勉強になりましたもん。二つ。あ本当。でもなんかね成り立ちとかから考えたら忘れにくいんじゃない？確かにね。例えばこういう 単語だけじゃなくて、うんうん、なんでこうなったかなみたいな物語で覚えたらね、はい、忘れにくいかもね。もう絶対次純選手に問題出しますもん。あ、<laughs> 純選手ぐらいしかわからなさそう。確かにそうだな。<laughs> はい、もしかしたらんみんな分かってそうな気がする。普通に学んできた人たちはわかるはずだからな。はい やっぱり今日も CM 明け勉強するするしましょうか <laughs> <laughs> 一応はなんか責任感じてるからさっきも野放しにしてきた <laughs> <おや> <laughs> <laughs> 私も勉強できる方じゃないけどいやいやあの二人を放っておいた責任を感じているから <laughs> <laughs>

イーオ,オリジンお笑いライブ気象転結2月25日土曜日19時からテンプスホールで開催チケットは2000円配信もありまーすサーキーも出るのサーキーも出るしスーズも出るよえー、そうなのそうだよえ何するのネタやるのえかマイクはじゃあ受付お願い受付でネタしてもいいですかあそれはやめて真面目に受付してねせーのキレイです じゃあすぐ帰ってもいいダメダメ寝てやってから帰ろうねじゃあ寝ます寝ないで起きてじゃ舞台でお菓子食べていいダメじゃん逆立ちしたいですなんなの <laughs> この子たちもさあやっております月曜オリジンアワーでございまーすあー、はい、まあねさっきもうちょろっとお話に出ましたけどもはい。もう三人で一緒に頭良くなっていこうよって はい、そうね <laughs> いや溜息つくな気は乗りませんけどいや一応この芸人だから別に勉強しなくていいじゃんって思われがちだけど、うん、<laughs> まあねタレントもね個性が強ければいいじゃんって思われがちではありますが、はい、知識ってあった方が絶対話も広がるから、うん、確かにそうそうそういろんな人と話するためには、はい ちょっとしたさ知識があった方がいいんじゃないかなってこの年になって思うわけですよ私は私もあんまりね頭良くないので話が通じない時あるからさあれらしいよこの相手と IQ に差があったら話会回は成り立たないらしいよどうういことだから例えばサきの IQ が80イ子の IQ が100だとしたら20ぐらい差ついてるげてくらしいよ。 話が成り立たないっていう。そう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 。だから高い IQ になって高い人との話もできるようになった方が確かにでもそうですよね。できるよな。確かにカラオケとかもそうじゃないですか。カラオケなんかやっぱり前の歌が幅広くわかるほど盛り上がるじゃないですか。年代に合わせて喋れる歌えるのでかいなって超思います。だから大事ですね。あ えーとね最近ツイッターでさっきの四コマ漫画見ないのは気がついてないからあれ私書いてるよ書いてますようん4コマ漫画毎日っていうか書けない日もあるけどうん結構書いてます書いてます私も見てますありがとうございますたまにね書いてますんでねじゃあ常識クイズいきますか今日も五問ぐらいね前は正解したっけ二週間前くらいに来たときえーとしたと思うよラム あ、二炭二炭化炭二炭化炭素って言ってた方がいましたから、炭化炭みたいなこと言ってたね。そう言ってたけど、でも最後の最後でラムを当ててましたからね。はい。だから、だ覚えてるけど出てこないだけの可能性もあるよ。あ、そうだよね。そうそう意外と一回入れた知識もの、時間経つと抜けていくことあるから。はい。だからね、定期的にこういうのやった方がいいよ。はい。あ。 オーケーいくよはいラジオ聴きの皆さんも、はい、方、はい、お答えくださいえツイキャスでねコメントできますのでよろしくお願いいたしますでは第一問はいこれは歴史学んでたらわかると思うけどな、えーはい、茶室あるじゃないですか茶道とかする茶室あるじゃないですか、はいはい、入り口めっちゃ小さいんですよはい入り口が小さい、えー、その入り口が小さく作られた理由は でしょそれすず分かるかもお前はやっぱり想像力がななん、あるからなお前はほんとに当ててもいいこれ当ててもいいです全然全然いいしかもすずこれ映画で見たことあるんですあおおじゃあもうあ、じゃあじゃあすずあたってるはずだから前一個から聞こうかなちなみにもうねどんどんね答えというか狭い狭い狭いってこう入り口が <laughs> もう狭いの人一人がひざまずきでやっと入れるかなぐらい。あえっとうん、うん、その理由があるただただ。作動する時はそ<う>皆さんが着物みたいな着るじゃないですか。で歩く歩幅が狭いじゃないですか。は、うん、いはいはい。 だから、えっと…つながりそうにないぞ、えっと、入り口の狭さと歩幅とりあえず着物で苦しめられてはないんですけどこのギュッてなってるので誰でも絶対狭い入り口で通れるからあみんな着物を着ていて。 えっと、大股で歩く人がいないから、入り口をでかくする必要はないってこと。ってこと経費削減。<laughs> ドア小さい方が金をくっしょうみたいなことそです、ねえ。それか、もう本当に、外から見えないようにですか。ああ、えっ、ー、と、茶道というものは、はい、わびさびを大事にするものだから、はい、のその大っぴろげにするものではないっていう。うはい、要は美学だね、はい、日本の心。喋ってる言葉も、聞こえないように。ああ<ー>。秘密結社的な。 <laughs> <laughs> えっとね、たくさん皆さんからの声来てますよ。はいうん、ええー、円楽さん、うん、デブ立ち入り禁止。<laughs> <laughs> あんな,なんか同じようなかわいそう。<laughs> デブ、ええー、勝ち込みを防ぐため。<laughs> 何ですか勝ち込みってあらみたいな作動中にあらばバばバみたいな中から外の景色を撮影した時に入り口が額縁みたいになって映えるから今もう映えのことを考えてるんですね刀持ち込み禁止この中にありますよ答ええはいえ？なんであんたびっくりしてんのあんた知ってるんじゃないすずさんの答え聞きましょうすずの答え聞こうじゃすずはあのこの 茶葉とかのあのお茶の匂いが逃げないティーポットみたいなこと部屋全体をティーポットみたいな感覚にしてるってことフレーバーが逃げないようにああ、ちょっと違いますね違いますねチャーリーとチョコレート工場で見たんですよあなるほどあのフレーバーが逃げないようにいい紅茶を飲むようにしてねドアを小さくするあ、違いますねチャーリーとチョコレート工場と違うの 茶室一緒にしないでくださいね。今の中にじゃあ答えがあるってことありますよ。もう一つしかなくないですか？あ、どうぞ。なんだった？刀じゃないですか？正世界。刀。えっとね、茶道ってもうみみまあなんだろう教養が高い身分が高い人武士とかがやるやつだわけさ。うん。武士とかって腰に刀刺してるじゃない？知ってますね。 腰に刀刺してたら物騒じゃん要はみんながお茶飲めないじゃん,、はい、怖,ん怖くてそれをなくすために刀がわざと引っかかるような入り口の狭さにしてたわけ、えー、だから引っかかった刀はお、はい、置いてください<は>引っかかった刀っていうかここは刀持ち込み禁止なんで、はい、刀が引っかかるような作りにしてたっていうお話ですね。えーえー すごい。これちなみに千利休さんが作ったんですよ。千利休さんが思いついた。思いついた。まも私も詳しくは知らないけど、確か千利休さんがこういった形の茶室を作ったっていう話は聞いたことありますよ。茶勉強になる。面白いですよね。いいですね。面白い。これが。まあわびさび。ああああ、物騒な。物騒ですよ。誰か刀持ってませんか？刀持ってないか？万代さん。持ってるやついたんか？万代持ってる。 でした。傘を刀のように持つな。まあ、今の日本は物騒なんですけども、こういうことがあったってわけですね。なるほど。いや、面白いですね。これで、なんかで面白くなりながら、覚えられたんじゃないですか。いや、いいですね。いいですね。こんな感じでね、なんかちょっと。面白いクイズがいいかもね。はい。なるほどね。うん、うん、うん。ああ。これ一応常識問題なの。そうです。ええ。一確かに、歴史の。 授業でやったあでもどうだろうおもしろ先生だったら歴史の授業でやってたかも<ー>なんかちょっと豆知識的な授業とかテストとかにあんま関係ないけどちなみにこういう理由があるんだよみたいなでもこれ言いたくなりますね,ねめっちゃ言いたくなるおもしろ先生だったらもしかしたらね分かってたかもしれないけど、うん、これだったら分かるんじゃないかな<ー>天の川。 天野川ありますねお空の綺麗な星がピカピカピカってなってる銀河ね天野川ねこれを英語で何と言うでしょうかうわ待ってください絶対わかりますよ英語でめっちゃ聞いたことある気がする絶対わかるよえ待ってくださいわかんないもうそれでしか出てこないんなんで方言の方が分かないんたなティンダーラあすごい。ティンガーラティンガラねティンガーラなんでティンガーラえなんだっけ ええめっちゃでも絶対有名ですよねこれいやめ絶対わかると思うよなんでシャ聞いたことあると思うスズシャイニングリバー違う輝く川えそれ最初の文字を教えてくださいみみみみみうわわかりそうわかりそうみみですようわもうみんな適当言ってねスニッカーズとかアマゾン側とか言ってるけどみ ミラクルシャイン違うねそんな昔の人そんなアホっぽい名前しかないと思いますよあれめっちゃ輝いてるから奇跡的に輝いてるからミラクルシャインだってはならないと思いますえじゃ二文字目お願いしますええ言ってくれるんかい多分こんな感じだったら大丈夫なるあ分かったおどうぞミルキウェイうっ あれお菓子の名前じゃないの?。あるね、ミルキーウェイ。商品名だ。と違う違う違う。あれは企業の人が思いついたやつじゃないですよ。そうなの。ミルキーウェイ、ミルキーウェイ。そう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 。ちなみになんでミルキーウェイと呼ばれるかご存知ですかね、お二人は。ウェイはまず道じゃないですか。ミルキー。ミルキー。ミルキーって。ミル、あの。ミルキーっぽい。父っぽいってこと?。父っぽい。あー 教えるね、はい、まあ私も読むだけだけど、はい、ギリシャ神話から話話が来てるみたいですよお<ー><ー>ギリシャ神話の中で不死身の父を持つ女神ヘラっていうやつが、はい、いたみたいでそのヘラのお話ですね、うん、ある日赤ちゃんがおっぱいを飲もうとする時、うん、あまりにもヘラのおっぱいを強く吸うもんだから、うん、ヘラが驚いて飛び上がってしまった。はい たわけその勢いで空におっぱいがめっちゃ流れたこれ聞いたことある。ます天野がミルキンウェイって言ったから母乳だった母乳がピューって飛んだそうそうそう母乳赤ちゃんが強く吸った吸ってびっくりして飛び上がったヘラが出した母乳がミルキンウェイですで織姫と彦星が そうなの、わるんですね。そう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 。へえ、面白い。ちなみに、織姫と彦星の話出ましたけど、なんで織姫と彦星は年に一回しか会えないかわかりますか?。ええ、あれじゃね、認められてないんですよね。認められてない。何かしたんでしたっけ?。あれ、あれじゃないの、なんか分からんけど、なんかイチャイチャしすぎ。とかそう、すごい。だよね。すご、すごい、すごい。 もう会ってからもうもう二人会ってからもう仕事しないああもうハタ折りしないといけないよねハタ折りしないイチャ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 とかこれは年に一回でいいですねそう上がブチ切れてあもうねお前なんか年に一回ってにしても可哀そうね年一はどれぐらいイチャイチャしたらこんな年一なって言われるの大変ですよ本当にしかも雨が降ったら会えないとか言われますしね可哀そうになるほど曇るからそうそうそう いや、ていうことでございますよ。ついでにね。織姫と彦星のお話もした、しましたけど。野球知ってたでしょ。はい。だから。聞いたことありました。わかるけど。出てこないってことは普段から意識してない。確かにね。自分の母親が。もう。星大好きなん。あ、そうなんだ。昔から、もう、この星。 星座の話ずっと知ってました。もうずっと。あじゃあ天文学は詳しいのかな。めっちゃ好きだと思い星の話とか神話の話とかもしかしたら。大好きですね。面白いよね神話ね。面白いです。自分の旦那も神話大好きだからさ。めっちゃ話すんだよね。あそうなんです。ねいいでも。だからね。ロマンがあるよね。はい。いいですよね本当に。切り写神話とか。面白い。じゃこれもそういう話が好きでしたら。はい。あるんですか？ これ日本のじゃあこれだったいけるんと思うけどな七福神のお話ですね七福神わかりますかね宝の船に乗ったねおうそうっうそかいの恵比寿様とかさはいはいはいいますけど7人いる神様ねその中の一人の えっとね、これ大黒様っていうのかな、違う、はい、ね、ああ、大黒様で合ってるね。大黒様,、はい、様っていうやつがいるんですよ。はい、大きい袋持ってる神様がいるんですね。はい、大黒様、ちょっとぽっちゃりめの、大様もう大きい袋持ってる神様がいるんですけど。はい、顔長いですか。え、いや。 長かった、ああ、丸坊主で長かったような気もするな、ちょっと見た目覚えてないんですけど。まあ、とにかく袋を持ってると、この大黒様が大きな袋を持ってますが。これの中身、何が入ってるでしょうか。ええ。ええ。わかりそうでわからない。え絶対ものではない、なんか。あれだと思うよ、なんかこの。宝的なものではないってこと。ではなくて、ああ、そうないんだ。お前も本当に発想力が百千万点だな。 ただ答えにたどり着かないだけだなだものじゃなくて目に見えないものですか絶対そうえっとねすごいこれコチカ全巻とか来てますねやばい <laughs> ヘリウムガスとか夢と希望とか来てますけど大黒様ってうんうん大黒柱あ<ー>大黒柱。あれのニュアンスもあんのかなそっから来てんのかな大黒様あ<ー>大黒様何をした人なのかちょっと見てみましょうねはいあ、なるほど 出世とか金運アップの神様として知られてるみたいなあとあの豊穣とかねお畑豊富になるよとかそういうの繁盛的な繁盛とはまた違うんじゃないかな最初お金だと思ってたんですよだけどものじゃないって言いましたのでお金とか単純じゃないと思ったお金じゃないし夢とかでもないと思うでもそんな感じだと思う 夢的な、うん、一応このクイズにはこう書かれてるけど、はい、別のサイト見たら別のことも書かれてる、えー、でも今回はこの常識クイズこのサイトの答えから行こうかなあ分かったはいどうぞみんなの笑い声あっ惜しい惜しいめっちゃすてき惜しいええー、みんなのみんなのなんか エネルギー、元気玉みたいなことみたいな。えっとね、大国様要はもうなんていうの畑が豊かになるように願う神様だと思うわけさ。元を辿ったら、なむなむお願いします。畑をもう豊かにしてください。なむ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 が入ってる。わかっどうぞ。みんなの違う違う違う。うん願いですね。ピンポン。ああ願い。なんかあるかなと思った。すごい水とか。 違う違う違う、な雨を降らす。ああ、天候ねはいはい、畑が豊かになるには、雨と肥料が必要だから。すごい。あ、なんだっけ、答えなんだっけ。お願いを。願いを。はい、かっこいい大黒様。ちなみに、この違うサイト。はい。を見るとね、袋の中には仏教の祭典、まあ、教え。はい。教えによれば。七歩。 7個の宝が入ってると言われているらしいですよ。<ー>あ、じゃあ1個じゃなくて。でも、うん、これはね、物の宝物じゃなくて、精神的な宝物。例えば、<ー>寿命とか、人望とか、裕福、愛嬌、<ー>威厳とか。最強やん。うんそういう精神的な宝物が7個入ってるらしいですよ。す はぁ、あ、ーめっちゃっちゃ便利いいで,、ね、でもどういうことみんなから吸い取ってるってことでもナムナムしたやつが入ってあ叶えるよっていうことなんじゃない信仰、はい、深かったら、はい、って時にバーって なんか分かるどういう形で放つのかわからんけどなんで持ってんのかなと思ってだから多分この大国様に対して信仰深くちゃんとお祈りしている人の願いは届いてるよっていうことだと思いますよなるほどねすごい面白いこれが日本の神様ですよ円楽さんが手作りタルタルソース入れるか入れるかめっちゃ食べるじゃないですか誰に配るば手ず手おばはんじゃないのこれ私作ったやつじゃない たまにいるけど、私作って食べてて。日本の神様も結構面白いですよね。確かにね。ちなみに、これ別の話なんですけど、日本には神様どれぐらいいると思います？え、日本。これも仏教、仏教の話になるんですかね。どこか出所はちょっと覚えてないんですけど。これも聞いたことある気がします。これ絶対聞いたこと、あーってなるよ。神様ですよね。そうです。言っていいですか？いいよ、どうぞ。一人。違います。あれ。 えでも、人らい違う違うそんなもんじゃないそんなもんじゃない。えちなみに舞コが神様一人っていうのは唯一神っていうんだけど唯一この人だけってこれはキリストとかそういうのは唯一神沖縄あ沖縄じゃない日本はそういうのじゃないあ日本はあれだもんね奈良の。 あの、大仏とかあと今の七福神とかいっぱいいるっっぱるてことこれもねまた細かい話になるから、はい、私ごときがカテゴライズできないんだけど日本にはこれぐらいの数の神様いるよって言われてるよえさっきすずさん何名って言いましたっけ ?30 人もうそんなもんじゃない <laughs> えそんなもんあ、じゃあ1<万>い,いっていい、はい、言うけど多分パッて数は分かんないと思う八百万の神様がいるって言われてるわけ。八百

写真はもう超難しいからあんまりわからないんだけどあのすぐ神様生まれるからさそうなんだ要は神様がくしゃみしたら神様生まれるとか神様が平行いたら神様生まれるとかそういう次元だ確かにしかもお米一粒に七人の神様がいるとか言うからえマジでえぐいいるよそうなんだ本当恐ろしいなんとか如来とかいるよね あ女の神様かかなー、うんうん、なんか言いますよます難しい名前のキャ神様がだけどそういう神様がどん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 つまずいて生まれ、うん、くしゃみで生まれ、うん、風が吹いて神様生まれすごいひょんなことから神様生まれるから、うんえー、だから八百万の神様。 あの文字としては八百万って書いて八百万って言うんだけど、これ八百万いるよってことじゃなくて。数え切れないぐらいいるよっていう意味だけさ。ああ、そうなん。だそう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 。すごいよね。人間の人口よりいるんちゃう。じゃん全然いる、全然いる。全然。いあ、万代さん。はい。乞っていうね。お話ありますけど、本がありますけど。須佐の王様。須佐の近江ことっていうやつのことかな。須佐の王様が顔を洗ったら。 顔から垂れた水滴から神様が生まれたっていうこと。はごい。<laughs> <laughs> わお。あでも日本はだから治安がいいかもね。どういうこと？はい、神,様神様がいるから守ってくれるから。あれだよ。いい神様ばっかりじゃないよ。<laughs> あそうなの？悪い神様もいるからね。えー、いたずらする神様とかはね。それ神様って言うの？だから要は偉いことをするのが神様じゃなくて考え方の問題ね。はい 尊いものとか、うん、特別な力を持ったのが神様だから、うん、別にいいものばっかりじゃないと思うよそうなんだそう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 そ,う、えー、そんな人神様と呼びたくないですよ。まあ話ずれましたが確かにそうですねでも <laughs> 話ずれましたがこういう豆知識でございました、うんなるほど はい。元をたったら面白いですよね。面白い本当に。都合のいい時にしか神様信じないから。でもいいと思います。それでも、それでもいいと思います。それでも。そんなにいたんだね。そうだね、そうだね。面白いですね。はじゃあ時間も時間なのでラストにしようかな。はい。当ててほしいな。当てたいです。パッとね。当ててほしい。はい。最後の一問くらいは。そうなのよ。簡単なやつで。 はー。そんなにすごはーが強いことや。うーん。もういつもクイズやる時の帰りのサーキももう魂飛んでる。疲れるし。電車をこのこの生放送一時間終わった後電車お腹すくわけ。はー。今もうなんか脳に酸素いってない感じするしさ。 そもそもなんで私も頭良くないのに問題出してる場ではあるんだけどねいいいやややえっとねえどこからがわかんのかなちょっとじゃあもうせんべい食べるねううんんそうそう補給しといて甘いものでも食べてよあこれだったらわかるかなじゃあ2人が絶対わかるはいだろうお願いしますギリわからんかもしれんはいレオナルド・ダ・ヴィンチおおはいおま もう有名な作品ありますよね。モナ・リザ。うん、はい。髪の毛の長い貴婦人ですよ。はいうん、手をね添えて、はい、うん。美しい人いますね。あれの映画行きましたね。はい、レオナルド・ダ・ヴィンチ。うん、モナ・リザ。まあ名前じゃないんすよ。あれって。あ、わかるよ。わかる。名前<ー>映画とか好きだからな。うん、えー、リザは人の名前なんですけども。では、モナ。 意味は何でしょう、うん、あの分かるけど何だったか忘れたあ,あでも名前じゃないってことは知ってるんだよねそう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 すごいで、えーね、なんかめっちゃ長い名前だよね本当はあそれは、えー、うんえっとねモナリザのモナリザが誰なのか分からないから、うん、あそうなのフルネームもわかんないそうなんだあれそうそう一説によればレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像なんじゃないかとも言われてるしへぇ、えーえー、いろんな説あるんだよねはぁでも まあ一番有力なのはこの夫人なんじゃないのみたいなそのモナですよねモナリサは人名,人名モナはじゃあどういう意味モナはあえっさっき何ならずっと答え言ってるけどねあずっと答え言ってるけどね何ならえっあ,あ,あどうぞレオナルド・ダ・ヴィンチって 違う。それがもう。違う、違う、違う、違う。ええ?。女性?。ああ、みたいなニュアンス。みたいなニュアンスですよ。ああ、うなんだろう?。みたいなニュアンス?。うん、うん。いや、女性っていう意味、なんだ、リザってみたいな感じ。もうな、あ、男。違う。ああ。綺麗。ああ、違う。はい。違います、違います、違いますよ。 リザねリザどうでしょう。彼女の名前は。My name is My name is C name is リザリザリザ。C name リザでやるかな。タイトル。でも答えま言ってるんですよね。言ってるずっと言ってるずっと言ってる。あ分かった。はい。え違う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 。ですね。リザの絵みたいなこと？違う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 。自分違う。 違うこれでも結構有名だから答え聞いたらあーってなるとは思うけどえー、嘘あ不明うんうん違うえ<ー>だってダ・ヴィンチ自体がタイトルつけてんだよはい彼女,私の彼女違う違う違うなモナ <laughs> ダヴィンチコードとかで話してなかったかな昔ねこのダヴィンチの謎に迫るみたいな映画やってましたけどじゃあもう言うよリザは夫人っていう意味だからあごめんモナが夫人っていう意味だからリザ夫人モナ・リザで。 そう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 モナは夫人っていう意味だからこの絵のタイトルはリザ夫人だああちょっと逆になってる感じですよね日本語でそうそうそうリザ夫人っていうタイトルへえだからモナ・リザは名前じゃなくてリザ夫人っていうことですよそうななのかったへえ面白いでもうでっちプチですねだから レオナルド・ダ・ヴィンチとかも有名だけどこの人自体、ほってったらめっちゃ面白いわけよ大好きなんだけどだって、レオナルド・ダ・ヴィンチもレオナルド・ダ・ヴィンチって名前じゃないからね言ったらレオナルドは名前だけどダ・ヴィンチは名前じゃないよこれはなんだと思うじゃえモールス信号的な違う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 音で別の意味出すとかじゃなくてあの、暗号とかさ違うさっきで言うえっとダ・ヴィンチ 絵描きって意味ですか。ああ、うん。<ー>これはね、出身村を表してるんだけど、えー、ダビンチ村のレオナルドですよっていう。えーえー、レオナルドダヴィンチって。すごだからこれは、は<ー>だからもう今後はね、これはこの人の名前なんだじゃなくて、<ー>レオナル、えー、ダビンチ村のレオナルドさんなんだっていう認識が正しいですよ。

何にしようかなそうだ最近友達の間でよく使ううちのあぐちをみんなに教えちゃいましょうりっかりっか居酒屋で閉店まで粘っていたとき友達が「はるなりっかりっか」と私の腕をつかんで席を立とうとしたんだよねこれは「はるなさあ帰ろう」ってこと英語で言えば「レッツ 一緒に何々しましょうってこと、何々するという動詞が省略されるから、立花の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになれば、もう立派なうちなうちゅ。みんなも簡単だから覚えてね。リッカリッカ。 さあやっております月曜オリジンアワーおい手は鈴川さきとさきとすずときなマイこですよろしくお願いします,しますメッセージいきましょう、はい、おねすずさんまいこさんこんにちは、はい、昨日チョコレートを食べたあんつばですどうもありがとうございます物価の優等生と言われている卵は去年の L サイズ230円から最近は330円に100円値上がりしていてうん、うん、ただでさえ頭痛いのに昨日買い物に行き、うん、340円ぐらいになってるんだろうなと思いつつレジにカゴを置いて卵を取ろうとしたら L サイズが368円あげ まさかの30円もの値上がりに買うか買わないか悩みましたがフーチャンプルー食べたいしやっぱりラーメンには卵がないとだし悩んだあげく M サイズ358円の卵を買いましたウクライナの戦争鳥インフルエンザの影響だと思いますがサンマに続いて卵の値上がりは続いたよねうそうね今ね,ね<え>物価も上がってますが上がってるよ卵。自分も昨日ちょうど買い物行って卵 こんな高かったっけって思ってそうなのよだからねなんかもう安い日にしか行かないけどあれ安くないみたいな安くなってないと思ってた今まではこの朝市とかセールの時ね卵100円台で買えてたのにねだから今もう3倍にもなってるからやばいですねなかなかねそういうことだったんだ卵って栄養面最強だわけさだから卵さえ食べてればみたいなところあったから私卵よく食べてたんだけど今快感ティーしてんな 確かにああ早く落ち着くといいですね世の中はね結構普通よね卵ないとこちらはいおめでとうございます来月で購入して9年目の愛車のオドメーターがなななななな距離がねはいゾロ目ベンビーがこれを見たら興奮するはずねなんだベンビーさんゾロ目好きだわ今日本当は写真が来てますけどめっちゃ綺麗な名が並んでますすごいあでも大事に乗ってたんだねはい車9年乗るってなかなかねすごいことだと思うよ 七万キロ、七七七七七一十百千万そうだね。そうですね、すごい。九年間で七万キロか結構でも丁寧あまり走ってないような気もするけど、うんうん。へえ。大事にされてるんですね。これからもね大事にしてあげてくださいね。ですね。こちらはいあ。 これはチャンプルあてかな、マンデイさんから来てるんだけども。これですね、はい、はい、さきさん、すずさん、まいこさん、こんばんは、ラジオネームマンデイです。ありがとうございます。美味しいものもいただいております。<laughs> ね、ありがとうございます。お。すすめのお店第2弾、2> おおサンキアの肉まん。三百三十五銭、マクドナルド、姫めゆ通り店から。朝と駅手前の向かい合わせのファミマンに行く手前の T 字路にある。 赤い看板が目印、はい、皮もあんも全部手作りでおすすめですーバーガーバーサニーのジャークチキンバーガーこちらもおすすめなのかな写真撮っとこう美味しそうこちらキッチンカーで県内のイベントやショッピングセンターの駐車場などで移動販売美味<ー>しいのでおすすめです 思い返しながらなのでまたふとした時におすすめのお店紹介しますねそれでは放送頑張ってくださいありがとうございますやばいめっちゃ美味しそう全部ちょっとでもサンキヤは聞いたことありますそうなんだ有名ですよね結構何回かもらってますよねですよねいただいてるんだめっちゃ美味しかっためっちゃ美味しかったですよねゴロゴロでそうそうそう思い出したヨーダがヨーダが しかもさっきマイコが食べさマンゴーのやつマンゴー入ってたんでしょ？マンゴー入ってました。全部めっちゃ食べて行くとあマンゴーだ。マンゴー入ってないみたいな逆に。マンゴー入ってました。入ったかよマンゴ。ーはい、もう全部食べました。美味しいものありがとうございます。ありがとうございます。メル以上かな？はい、ありがとうございます。エンディング流しましょうか。そうですね。うわ早い。早いもんでこんな時間なので。コメントも読んでいきましょうね。はい。 昔はガソリンもレギュラー100円かで給油できたのに、今140円でも安いなと思います。わかります。本当に。え昨日安かったよ136円くらい。へえ。よそ、ね、あそれでも安く感じるね。さらに170円とかあるもんな。ありますね。えアンツバさん、あピカソの正式な名前来てるね。ピカソ、あさっきレオナルドの名前長いって、ピカソのこと言ってるのかもしれないね。すごいね。ピカソか。 読みますねはいお願いしますパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・でバウラ・ホア・ネポム・セ・のマリア・デ・ロス・レ・メディオス・クリスピン・クリス・ピアのデ・ラ・サン・ディシマ・トリニダ・ド・ルイス・イ・ピカソなんでそんな長いの美味しそうですねいや美味しそうなのジゲーム的な違うどうなんだろうなコーヒーあのカスタムみたいだなほんとに本当にこれ抜きでこれ追加でめっちゃ嫌な客ですね でも一個一個に意味はあるんだろうなぁすごいそうそうバンコクの正式名称も長いぜって言うバンコクそうだよ確かな正式名称長いんだよバンコクで継続したらすぐ出てくるねマジすごいこれ読めるかなうちそんなに長いんですねそんなサーキーが不安になるほど嘘ですよね私たちもっと不安ですよねはーい行くぜー クルンテープマハナコンアラームアラウンタラナコシンマンヒンタラユタヤマラハリーロックポップノッパラットラチャタニブルロムウドムラチャニウトマハサータンアモピマンアワタンサティットサッカタッティヤヌイサヌカムプラシット。<noise> タイミスってること。すっごい、これはも、が、うばですね。バンコクか。どこ、どこ、どうして、バンコクになったの。沖縄大好きさんが呪文って、本当呪文でしたね。<laughs> <laughs> 本当に。やば。 でもなんか、途中でね、なんかバンコクっぽい発音のやつあったよね。なんか、ありましたね。なんか、ぽいな。現地の人も言えない、これ。バンコクの。おしろくさんが宗教番組かなっていう、確かに、今日、宗教の話めっちゃしてるからね。はい、もう今日、皆様進行よろしくお願いします。はい、はい、はい。あ、あんつばさん、さっきのピカソンの名前、なんでこんなに長いのかなってお話からかな。親の名前に追加されていく。ええ、大変。

ないと思うけど、印鑑とかやばいはずなのあ、ヤバいデカそうもうヤダーヤダー逆にピーだけなのかそこ略すんかいかもしれないバイバイはい、さよなら